最初に訪れたのは、珠洲市の法隆小中学校グラウンドに建設された仮設住宅です。旧盆を前に長谷知事は、お墓の被害状況について住民に問いかけました。あのお墓ダメ、もうダメになったわっていう人は、ほとんどよね。はいはい、9割近く手を挙げられました。大きな形は課題だと思いますので、長谷知事は個人の財産であるお墓を公費で修繕するのは難しいとしながらも、合同で慰霊できる場所を作ることができないかなど支援を検討する考えを示しました。知事の仮設住宅訪問はあさってまで順次行われ、能登地区の6つの市町の住民と意見交換する予定です。